の雑魚だというのは、まずリーグをないがしろにしないという意味では、素晴らしいですよね。岡野ミサミサで岡野が入ってきた、入ってきた、岡野長い出るシュート決まった。クロも決めました。後半の43分レッツが先制点、大きな1点だ。いいゴールですね。岡野ですね、完璧でしたね。おそらくファイエルもあれは速い選手が誰かという気持ちあったはずなんですが、その速いやつが、ここです。しましたが抜かれました。そしてこのクロスが上がった。クロベらしいゴールですからね、速いですね。確かに今しましたが置いてくれましたよね、ですね。いやエンゲルスコーチ、そしてギド監督、レッズを率いて、そしてバイエルン相手に1点を先行しました。